ヨハチの意識です。ボンです。さあ、今日はいつものホームビーチのビビーチに来ています。はい、で今日はね、プロテインの試飲ということで、いよいよこのシーカーサーとトロピカルフルーツの試飲をやってみたいと思います。はい、ついに大人気になりそうなアイテムがね、来たんで飲んでいきたいと思います。ね、シーカーサーなんかね、大人気になりそうな、飲みやすそうですね。ね、はい、これをちょっと試飲してみたいと思います。そう、僕はとりあえずトロピカルフルーツから飲みたいと思います。いや、私はシーカーサーからいきます。ソイっぽい色、見た目はまあソイっぽい色のドリンクですね。いいですね、いい色ですね。あ、でもやっぱり溶けやすい。そうですよ、ここ今軽くポンポンってだけでちゃんと溶けてるんですよ。だから本当に溶けやすいんで、すごい飲みやすいと思います。シェイクします。よし、いつものようにシェイクします。いつものように飛ばないようにね、飛ばないように。後味やっぱりトロピカルツでした。おお、飲みやすいかも。これシークワサシークワサ、今までにないプロテイン、やっぱり、やっぱり、トロピカルツも、なんだろう、自分が予想したりか、味はさっぱりしました。もっと甘ったりかなと思ったんですけど、甘くはない。甘みっていうか風味はやっぱりトロピカルーツの風味ってあるんですけど、甘すぎないから、多分あのなんだトレーニング中とか、飲む方がいたら飲みやすいかも。それでも、おお、南国っぽいですか。南国っぽいそうですね、南国っぽい。トロピカル、俺はもう少し、まあね、僕はすごい甘党なので、はい僕はもっと刺激が欲しかった。ああ、なるほど。でも普通の人はそんな甘党じゃないと思うんで、はい、僕がアホみたいにケーキ食べるんでいいですね、はい、今入れました。これを軽く、もうこれ溶けてるんですよ、ある程度。ちょっと自分水止めてるけど、ほら溶けいいんじゃないっす。ホエみたいにすぐ溶けるんで、おすすめです。だからなんやねんって報告だからなんやねん、どないしたの。これ多分味5種類をね、ルビーしたら飽きが来ないから。そう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 、5種類させて、5種類全然まだ発表してないけど、実はね、全部にね、ベースに、ちょっと隠し味が、隠し味が、隠し味ではないけど、味ではないけど、やっぱり他のプロテインと違うなっていうのを入れてるんで、はい、まあ、そこはね、今後ちょっと告知していければと思います。まあ、違うっていうのがハモりました ねよし、じゃあこれもお疲れです。お疲れです。匂いがシーカーサーだ。あ、フルーツだ。シーカーサーでしょ。シーカーサーです。そう、最初の開けた時の匂いがやっぱりちゃんと柑橘系だったから、もーってなりましたね。あ、
ロピカルフルーツは本当にフルーツ、ね、後味すごいなんか、うん、ふわってきてますよね。フルーツ、うん、飲みやすいっす。今のところ4つとも当たりですね、はい、マンゴーがまだ来てないんで、マンゴーはちょっと今後また試飲をしてからっていうことになるんですけど、マンゴーとびっきり甘くてもいいんじゃないかなと思うけど、一個変わり種じゃないですけど、うん、単純に俺の好みはアスタキなんだけどな。でもこの分だとマンゴーもね、うん、全然多分 OK っぽい。そうそう、やっぱり風味はしっかりしてるな、うん、あ、これも全然、うん、飲めるの、うん、美味しい。でも4つとも普通のプロテインより全然美味しいですね、うん、自分が迷ったけど、それ以外苦手なんですけど、うん、全然これ飲めてるからね、うん。ここまで死んだプロテインの中で、うん、ぶっちゃけ一番美味しい。ホエーになった時、じゃあどうなるのかな、逆に楽しみですね。ねえ、うん、ホエーの方が多分もっとサラサラとして、味も風味も強くつけれるはずなんで、うん、どうしてもそういうの風味が少しは増えてるから、こういうのは。あごちそうさまでした。どうでしたか。楽しみが増えましたね。え、うん、シークワーサーは本当にシークワーサーっていう今までのプロテインにはなかった味、はい、トロピカルフルーツは本当にフルーツ、うん、フルーツっぽかったです。簡単に言うとシークワーサーは開けた時の匂いとか風味がいいんですよ、はい、トロピカルはその最初の風味は弱いんですけど、はい、飲んだ後の後からふわってくる、そうですね、残ったし、なんだ、うん、2つともちょっと違った感じで良かった、ね、全然違った味なんで、これ黒糖と紅芋は、ね、うん、甘い感じで、あっちは、あ、僕黒糖ですよ、紅芋ですよって出してて、この2つは、ね、果物の最初と最後が出てくるってまた違った雰囲気で、なんか全部個性があっていいなって、ね、うん、なんかベースは一緒なんですけど味が全部違うんで、うんうん、すごい良かった、うん、良かったですね、うん、もうマンゴー待ちになってるんで、それができればこのシリーズ、まあ、そういうプロテインで作るシリーズは完成だということなんで、ちょっともう少しお時間かかるんですけど、皆様お楽しみにお待ちください。お願いします。はい、ではマンゴーもまた待っててくださいね。